マンです。ごめんなさい、ケンタさんなこなんです。よろしくお願いします。よしデイ一番恥ずかしいやつだから。さあ、ということで今日はですね、はい、あのね、あの方に、あの方含めていろいろ教えていただきたいことがございますので、はい、まずお呼びしたいと思います。この方です、どうぞー。やっさーまあ、納得の生です、宮川先生。宮川先生、すいません、ありがとうございます。本日は本日はですね、宮川先生の得意技、宮川先生、ちなみに得意技は何ですか？面です。面です。いや、もう本当に宮川先生は高校とか大学時代はこのね、面技で本当に全国をもう制した、はい、そうなんですね。全国の面をいっぱい打ちたいんでね、子供たちとかぜひレクチャーで教えていただきたいと思いますので、はい、宮川先生教えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それまいりましょう、宮川先生の面レクチャー始め。それではですね、宮川先生にですね、はい、ちょっと本当飛び込み面で一世を風靡した、はい、宮川先生のこの飛び込み面をですね、ぜひレクチャーをしていただきたいと思います、はい、ぜひ見たいですね、打ち込まれたいです。ちょっとわかんないです。なんでちょっと構えていただいて、じゃあ宮川先生、ちょっとポイントはどこですか？面打つときまず意識してることって何ですか？意識してることは、はい、まず手打ちにならない。あとは手打ちにならない、しないと上げていかないようにして、できるだけ面に当たる直前までしないを、しないの裏を見せないようにして打ち込む。なるほど、しないの裏をいかに見せない、直前で上げる、これが大事です。ジャパネットとか見てちょっと真似してみて。真似しようと。ただ宮川先生の踏み込みにちょっと注目してください。ちょっと別格ですので、はい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 、実際一回打っていただいて、はい、打たれたいってことなので、はいはい、思い切って打っていただいて、よに染めることができたか、新刊ですね、チャレンジをしてみたいと思います。はい、どうぞ、はい、宮川先生の教えを受けて、はい、いかように変わったか、はい、いきたいと思います。任せてください。手打ちにならない、手打ちにならない、市内の裏を見せない、はい、思い切っていこう。セーフ、やぜひ実践してみてください。以上、宮川先生のレクチャー講座でした。どうもありがとうございました。